先ほどまでこのお隣のサブ体育館で、はい、最後の調整を見てきたんですが、はい、各選手の調子はどうでした？まあまだったと思います。ただやはりね、大きな大会ですから選手によっては緊張している選手がいましたけども、落ち着いてやるように言ってきました。そうですか。メダルの方は先ほど紹介しましたように過去4回いずれも3位銅メダルを確保してるんですが、どうでしょうか？そうですね、世界の3位の実力を持つ中国は別格としましてですね、はい、やはり日本とそれから北朝鮮、韓国の3つの強のですね、出来栄えによるんじゃないかと思います。なるほど。ということは中国の5連覇はちょっと動かしがたいという印象はありますね。練習を見ましたけども、非常にまとまったベテランが3人、新人が3人というまとまったチームですのでね、はい、非常にチーム構成としてもいいんじゃないでしょうか。さあその日本ですが、川田博恵、篠田美穂、そして瀬尾京子、真田真希子、三浦花子、小菅麻里という、三浦小菅は年齢制限が解けまして今年中に15歳以上になれば、はい、年齢が制限が解けて、はい、今壇上に上がって、小菅さんですね、はい、期待したいですが、今年アメリカンカップ、モスクワカップとそれから海外遠征をやはりこの大会に向けてですね、練習のために海外に出してきまして、やはり個人総合3位という成績を取って、はい、今回も非常に期待されてますね。先ほどのサブ練習場でですね、話を聞きましたら初めてのこういう大きな大会、胸に日の丸をつけてね、はい、大きな大会に出てくるんで緊張してますというね、この小菅麻里さんの話聞けましたよ。夏ちょっと調子を落としましてね、大会が多くて、こっちに入るときにちょっと心配したんですけども、まあ昨日あたりからちょっと調子を上げて、調子よくなってきてるみたいですね。そうですか。まあ何しろ、全日本を去年おととしと2回取りました。 NHK 杯も取りました。しかし年齢制限に引っかかってこうしたオリンピックであるとか世界選手権であるとかアジア大会に出ることはできなかったんですが、はい、今回晴れて世界の舞台に登場したベールを抜いた和製コマネチというね、はい、小菅さんですが、画面はずっと日本の映像を撮り続けております。日本は最初の種目が段違い平行棒、中国が跳馬、韓国が平均台、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国がゆかです。チームリーダーを務める渡辺純子さんの姿も映りました。さあこの映像は CCTV 中国電子台が作っております。国際映像、随分日本にサービスしてくれるものですが、この日本とメダルを争う韓国あるいは北朝鮮、はいはい、去年の10月の西ドイツの、世界選手権の順位を参考までにご紹介しますと、中国が3位で北朝鮮が7位で日本が11位で韓国は17位でした、はい、これから占いますと、はい、この2位3位メダル争いどうですか？そうですね、日本としてはやはり北朝鮮とですね、競り合って銀メダルを取りたいなと思ってるんですよね。まあ、今大会自由だけですのでね、はい、やはり失敗をしないようにチーム戦というのは6人の5人の点数が入ってきますので、はい、失敗は1人にとどめてですね、それから国際大会というのは着地が非常に大きなポイントになりますので、着地を決めるような積極的な演技を、ね、期待したいと思いますね。そうですね。 CCTV中国中央電子台とそして上海電子台の映像、国際映像で皆様に楽しんでいただいております。生放送でお伝えしています。団体は6人演技しまして上位5人が得点になります。さあいよいよ日本最初の種目段違い平行棒です。まずトップに出てくるのはお姉さん格です。日本のキャプテン藤村女子高校、今年卒業しまして今年朝日生命に入社しました川田博恵です。トップバッターというのは緊張するもんでしょうね。川田選手非常に落ち着いて演技しますのでね、はい、あちょっと落下ましたね。いきなり落下してしまいました。前中抱え込み宙返りで上バーに懸垂という入りでいきなり失敗です。トカチェフですね。
先ほど話を聞きましたら、確実に安定した演技をして1番バッターとしての責任を果たしたい、そういう話でしたが、車輪です。抱え込みの2回宙返り寄りです。惜しいですね。日本まず先頭の川田博恵、何かあの行く前に非常に落ち着いてない感じがしましたね、もう少しあの落ち着いて、呼吸を整えて上がらないといけないと思うんですね。難しい技ですから。さあもう1回見てみましょう。これは途中のトカチェフですね。背面飛び越し手技です。あの入りの部分で、失敗しました、はい、落下がありました。これ単純にもう 0.5 は引かれますね。引かれますね、まあ、非常にあの加点のついた難しい技なんですけどもね。そしてイエが前方開脚宙返りが入りました。これが最後のところです。左足が一歩後ろにずれてしまいました。川田博恵、あの去年の西ドイツのシュツットガルトの世界選手権に初めて胸に日の丸をつけて出て、はい、今回が2度目という、ね、大きな大会ですが、その時もあの川田選手非常にいい出来でですね、はい、ノーミスでやったんですよね、だから今回もですね、期待をして1番に持ってきたんですけども、はい、ちょっと残念ですね。さてこの選手は2番目に演技をする真田真希子、まあ、こうやって最初の演技者の時には、各審判の得点をこう、一つ一定にするために、はい、あの4人の審判が、得点を出し合うんですね。国内の場合はちょっと集まったりしますけども、まあ、国際においてはですね、ほとんど集まることなく、はい、あの点数が出されてくると思います。段違い平行棒の主審が中国、その後韓国、北朝鮮、フィリピンという4人の審判です。あの練習場で塚原光雄を日本コーチに、今日解説をお願いしている塚原聖子さんの旦那さんにお話を伺いましたら、あ、得点出ますね。 9.00 韓国の審判は8点台をつけましたが 9.00。 さあ2人目です。真田真希子、ちょっと最初のトップバッター川田 9.00 はどうですか。真田選手も川田選手と同じ上がり方でやるもんですからね、はい、これが本当に成功するかどうか心配ですね。今度は決まりました、はい、あ、また落下、やっぱり連鎖反応ですかね。1回ひねりから銀河宙返りですね。去年の NHK 杯のチャンピオンです、真田真希子、高校3年生になりました。トカチェフですね。これは高さがあります。クレーカー折りでした。やはり 0.5 引かれてしまいますのでね、何回も何回も練習してきたんですけど、やはり緊張からでしょうかね。今塚原光雄コーチに頭を下げていた時の表情が何かこう引きつるような感じでしたね。いつもの朝日生命の体育館で見る顔つきとは違ってたでしょう。はい、そうですね。やはり1人目が同じ種目で落ちてますからね、やはり失敗してるんでしょうね。その塚原光雄コーチ、試合前この体育館に入ってくる直前に話を聞きましたら、今回は怪我人も誰もいないし、もう完璧に調整してきて、まあ、こういったことは過去のロサンゼルスオリンピック、ソウルオリンピック、あるいは2回3回の世界選手権でもなかったことで、もう朝日が昇る思いで今日は試合場へ臨めますよと言ってましたよね。まあ、これが尾を引かないでですね、次の種目に行ってもらいたいと思いますけどね、はい。日本は最初の種目がこの段違い平行棒、その後平均台、ゆか、跳馬と続きます。さて中国は最初の演技者跳馬から始まっていますが、
張文麗が 9.80。 中国出だしはなかなか高得点を出しているようです。得点出まして9.20。まあ、落下しないと 9.7 は出たということですからね、はい、非常に大きな失敗をしないようにやらなければ点数につながりませんね。日本3人目は篠田美穂です。画面が変わりまして、こちらは中国です。中国のメンバーはヨーハ、去年の西ドイツ世界選手権で5位に入った選手、それから陳水平。今これから演技をするのは、ちょっとゼッケンが115番です。李益芳です。15歳の新鋭です。跳馬は、このアジア大会では団体戦では2回飛ぶわけですね、はい、それのいい方の得点が得点になります、はい、これが2回目です。今これ4の9の1という数字が見えていますね。それはロンダードからの1回ひねりですね。伸身1回ひねり、はい、実はこれ自分が飛ぶ種目を、こうやって審判4人の審判に表示する義務があるんですね。前の選手の得点が出ていないということで、李益芳が待っているところです。先ほどの跳馬、最初に演技をした張文麗 9.80、 そして2人目李艶は 8.65。 さあ3人目ロンダードから入りました。1回ひねりました。非常に高さがあってよかったんですけども、着地が欲しかったですね。ロンダードから入って非常に突き手の強い高さのある演技でしたけども、やはり着地がちょっと動きましたね。最近こうやってロンダードから入るというのが跳馬の女子の一つの流行になりましたね。そうですね、今ではですね、この1回ひねりが2回ひねりまで発展してますね。これから2本目を飛びます。1本目の得点まだ出ません。これ2回飛んでいい方の得点ですね。いい方の得点になるわけですね、はい、なおこの前に演技をした114番の李艶は 8.65 という得点でしたが、1回目が 8.65、 そして2回目を飛んだときに今情報ですが怪我をしたという情報がありました。詳しいことは分かりませんが、とにかく怪我をしたということです。さあ得点出まして 9.80、 1回目 9.80、これから2回目です。李益芳15歳、140センチ、まあ、中国期待の若手の一人です。さあ2回目、これも同じ飛び方です ね、 ですね、はい、まあ、やはり着地を決めないとね、やはり高得点につながりませんね。1回目 9.80、 そして今度も同じ飛び方できました。飛び方はね、非常にいいと思うんですね、はい、あと問題はこの着地ですね。高さはありますね、はい、体が伸びてますね。中国は楊波、陳水平、韓敵、張文麗、そして今演技をした画面左のこの15歳の李益芳、そして李艶。李艶が先ほど2回目飛んだ時に怪我をしたという情報が入りましたが、 9.80、 2回とも 9.80 という得点でした。この115番の李益芳。さあ今度は4人目です。韓敵です。この人は去年の西ドイツの世界選手権では個人総合17位、非常に平行棒の強い選手ですね、段違い平行棒で10点満点出しまして、はい、ルーマニアのシルバシとの同点優勝で金メダルを世界選手権で取った選手、はい、その跳馬の1回目です。
これも4の9の1ということは先ほどの選手 DX と同じ取り方です。いいですよ、決まりましたね。着地ぴったり。これは高い点数が出るんじゃないでしょうかね。何かこう吸い込まれるようにピタッと両足が揃いました。やはり 9.9 から 10点出るんじゃないでしょうか。10点、はい。まあ、中国の場合にはこの韓敵とそれからヨーハ、世界選手権5位になった選手と世界選手権6位の陳水平、この3人が、まあベテランですね。そうですね。おそらく個人総合優勝争いはその中に入ってくるでしょう。その一人のこの韓敵です。9.90。 さあこれから2回目です。今表示は画面には出ていませんが4の9の1、また同じ飛び方ですね、はいはい、上海出身、7歳で本格的に体操を始めて12歳でもナショナルチームに入ってきました。これもいい、2本とも決まりましたね。さらに1回目よりも2回目の方が高い点数が出ると思いますね。そうでしょうね。高さがありました。もう1回見ましょう。完璧ですね。先ほど跳馬の4審中国の審判は 9.95 をつけていましたが、2回飛んで同じ飛び方でも違った飛び方でもいいんです。団体の場合にはそのいい方が得点になります。得点まだ出ませんね。さあその間に日本の段違い平行棒の得点を紹介しましょう。川田博恵は 9.00、 そして真田真彦 9.20、 篠田美穂が落下がありまして 8.75、 瀬尾京子これまた落下 8.50、 ということは4人演技をして4人とも落下、 9.900 は韓敵の2回目の得点、したがって1回目2回目同じ得点で 9.900 というのが韓敵の跳馬の得点です。ヨーハが出てきました。世界選手権5位、アジアナンバーワンの選手です。おっと、これは大失敗。ちょっと助走が合わなかったような気がしますね。なんかスピードがなかったみたいですね。まあ、しかし今日本の情報をお伝えしたんですが、はい、篠田美穂落下 8.75、 瀬尾京子落下 8.75、 ね、やっぱりチーム戦というのはこういう連鎖反応がありますから、前の人が失敗するとね、次々と失敗する可能性があるんですよね。これが恐ろしいんですよね、はい、ということで、まあ、期待はこの小菅真理にかかるわけですが、これまで4人日本すべて落下しています。1回目ヨーハは 9.35、カナダと香港と日本とそして中国という4人の審判です。今4人目日本段違い平行棒、三浦花子は 9.80 という得点でした。さあこれからヨーハ2本目、1回目は低い 9.35、 2回目同じ取り方、今度は決まりましたね。ちょっと着地が後ろ動きましたけども、まあまあの出来じゃないでしょうか。これで中国は跳馬5人が終わります。この2人いいですね。
ですね。ロンダーバルの初めですね。素晴らしい演技です。これは素晴らしいですね。一回ひねりしてから体をさらに伸ばしてますね。ここで体を大きく伸ばしてますね、はい、非常に完璧だと思います。 9.95 が出ましたね。出ました。中国の審判は10点満点。画面の一番右です。1回目は 9.95。 1回目に 9.95 も出しますと2回目精神的に使ってくるもんでしょう。いやー、もっと決めて実点をもらおうと思ってんじゃないでしょうか。さあどうでしょうか。18歳になりました。もうベテランになります。続いて、あー、ちょっと動きましたね、残念ですね。あのぐらい動いてどのぐらい減点されますか。やはり一部減点されると思います。 0.1 ね、はい、ということは1回目の得点 9.95 の方が、どうやら彼女の得点になりそうです。続いて1回目に飛んだ時とこの2本目とどこがそんなに違ってああいう着地がずれたんですか。飛び方はそのものは良かったと思います。大きさがあってですね。ただ着地の時にちょっと後ろにかかりましたね。ということで中国最初の跳馬の演技6人すべて終わりました。日本の最初の種目段違い平行棒、三浦花子が 9.80 高得点。最後に演技をしました、その注目の小菅真理は 9.775 でした、2回目に飛んでこの金水艇は 9.95、1回目の得点950が彼女の金水艇の跳馬の得点になります。さあ、これは小菅のビデオテープですね。先ほどもうすでに演技終わっております。得点 9.775 という得点でした。1回ひねりから、はい、イエーガー宙返りですね。このコンビネーション組み合わせは難しいです。トカチョスですね。高さがあっていいですね。それから彼女はもう一つムーサルトですね、はい、いわゆる D 難度の降り方ですね。この演技で小菅真理 9.775。 これが中国のこの選手は韓石ですね。新水星ですね。新水星ですね、はい、中国チーム全ての演技を終えています。日本は最初の段違い平行棒は 46.525 という得点になります。金水星 9.950 という最初の跳馬の得点でした。しかしこうやって見ますと中国勢は、2人目に演技をした李艶がおそらく怪我をしたという情報がありましたが、国際映像はもう一回小菅の段違い平行棒をサービスしてくれますね。世界の舞台に初めて登場するまだ14歳。フィニッシュは月面宙返りムーンサルトを持ってきました。これが 9.775 という得点でした。今情報が入りましたが、その中国の2人目に飛んだ李艶、怪我をしたというのはどうやら足だと、足を怪我したという情報が入ってきました。これで最初の種目日本は段違い平行棒、そして中国が跳馬、韓国平均台、北朝鮮ゆか、この最初の演技を1種目目を各チームが終わりました。こちらが北朝鮮、今日はブルーのユニフォームをつけております北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国。
その北朝鮮最初のゆかの演技が終わりまして、今画面は平均台を映しておりますので、その前にそれでは韓国の演技をご紹介することにいたしましょう。この167番はチョ・ウンジン選手、151センチの17歳です。韓国は随分身長のある選手を揃えてきましたね。それで非常に強くなりましたね、はい、一時オリンピックが終わってね、少しちょっと17位と世界選手権落ちたんですけども、はい、また少しずつ盛り返してきましたね。聞くところによると何かトレーンのコーチがついて、男女ともナショナルチームを見てるということで、非常に質的にも上がってきたと思いますね。これが平均台、韓国は6番目の演技者ということになります。チョ・ウンジン、フルターン。ここまで5人の演技、韓国の平均台は全て9点台、落下はありません。開脚ジャンプ1回2回、太極旗、国旗をアレンジしたユニフォーム、レオタードをつけました韓国チームです。最初に平均台が来たという韓国にとってはやはり難しい種目だったと思うんですがね。でも非常に落ち着いてやってますね、一つずつ。さあこれからフィニッシュに向かいます。抱え込みの後方を2回宙返り降りでした。決まりましたね。チョ・ウンジン、韓国チームの得点を紹介しますと、最初の演技者ペ・ウンミ 9.15、 2人目ハン・ナジョン 9.20、 3人目イ・ヒヨン 9.875、 4人目ミン・アヨン 9.775、 5人目パク・ジスン 9.675。 これがチョ・ウンジン、最初の入りのところのスローが出ましたが、これが最後のところでしょうかね。はい、後方の抱え込みの2回宙返りですね、これで最初の種目すべての4カ国4チームの演技が終わったところです。種目移動です。これから日本、中国、韓国、北朝鮮、それぞれ2種目目にへと移っていきます。最初の種目を終わりまして、中国が 49.300、 そして2位には北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国 48.225、 その差が 1.075、 3位に韓国、そして4位は日本。落下が響きました。日本は最初の種目終わったところで第4位です。まあ、この第4位と塚原さん紹介しましたが、はい、実はこの団体戦に出てくるのは中国、日本、韓国、北朝鮮4カ国で、あとは個人総合に出てくる個人の選手として香港から2人、モンゴルから2人、フィリピンから1人、ベトナムから5人と8つの国と地域の計38人が出てくるわけで、したがって団体はこの4チームだけ。ご覧の1種目終わったところで中国トップ、2位に北朝鮮、3位に韓国、4位日本。4位日本ということは、まあ、現在一番下ということになりますが、大丈夫でしょうか。そうですね、最初の人が失敗しましたのでね、なんか連鎖反応が起きて4人ぐらい、最近 の、 チーム戦をやってて非常に珍しいんですよね。練習も非常に進んできましたしね、はい、ですからやはりベテランがとして、失敗してますのでね、平均台からは盛り返してもらいたいと思いますね、はい。まあ、これを紹介していますのは、今画面で紹介した数字は、これは個人総合に出てくる、まあ、1種目終わったところで合計得点が、まあ、それぞれ各個人の名前で出てまいります。三浦花子が現在第5位ということ、これは1種目終わったところです。トップは陳水慶、中国です。さあこれから2種目目、日本は平均台、中国が段違い平行棒、韓国がゆか、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国が跳馬へと移っていきます。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国、
最初の演技者が非常に小柄な選手、キム・ハンス。北朝鮮の話題をもう少し、北原さんね、はい、去年の10月のシュットガルトの世界選手権で7位に入っています、はい、このメンバーが4人残ってきました、はい、非常に世界大会の経験が少ないチームなんですけれども、シュットガルトの世界選手権からですね、一気に7位に出てきまして、大体世界のですね、この選手がキム・ハンスです。先ほど紹介した一度一世界選手権で非常に人気のあった選手です。去年のアジアジュニアでも個人総合で2位に入って日本の小菅さんと同点で2位だったんですね。そうですね、はい、非常にアジアでは平行棒の得意な選手として、はい、注目を集めてますね。先ほど最初の演技が 9.625、 床の得点でした。さあ跳馬1回目です。これもロンダートから入って伸身で1回切れるはずです。まあ小さいですけどよくまとまってましたね。先ほどご覧いただいた中国の選手とのこう違いみたいなのはありました。やはり一番気づくところはですね、全体的な大きさが足りないということでですね、やはりそれから来てから一回ひねってですね、体の伸ばしが足りないというところでしょうね。というその人気のありますキム・ハンス、134センチが1回目飛びました。この本会場のお隣のサブ練習場で得点出まして 9.70、 1回目 9.70 です。やはり大きさという面で少し減点があると思いますね。そうでしょうね。北朝鮮の各選手が、体育館に入ってきていきなり遊戯というんでしょうか、鬼ごっこというんでしょうか。そうですね、そういう練習から始めましたね、うん、やはり緊張をね、取ってるんだと思いますね、さあ2本目です。同じ飛び技、まあ、1回目より2回目の方がちょっと大きさがあったと思います。1回目は 9.70、 これが2回目、もう1回見ます。やはり小さいですからね、手がやっと届いてるっていう感じですね、この女子の跳馬といいますと、まあ、男子と違って横向きに馬を置きます、まあ、高さが 1.2 メートル、横幅が 1.6 メートル、これは身長の大きい人でも小さい人でも同じ馬を使うわけです。だから小さい人はもっとジャンプして高く上がらなきゃいけないということですよね。2回目の得点 9.725、 したがってこの2回目の得点が彼女の得点になります。 9.725。 さあ今度は2人目です。これまた小柄なオム・ソンヒョルです。床は先ほど 9.725。 この人も4の9の1です。同じですね、ロンダードの1回ひねりになります。この選手もまた小さいですね。
こちらの方がいいですか。そうですね、突き手と大きさはあったと思いますね。さあ今度は床に画面が変わりまして韓国です。ハン・ナジョン、16歳です。去年の世界選手権では112位でした。去年からそのナショナルメンバーに入ってきました。屈伸のダブルです。屈伸の2回ひねり、2回宙返りですね。この人もあれ横浜でのよく、国際ジュニア去年来ましたね。はい、日本に来ましたね。前方宙返りから2回ひねり前宙ですね。こういう組み合わせは素晴らしいと思います。最初の種目の平均台は 9.20、 この床が2種目目です。16歳の韓国ハンナジョン、このように手をついてしまいますと手で手をされますか、はい、大過失になります。ということは 9.5 以上は食べにくいでしょう。この韓国の6人の平均身長は152センチです。今度はもう一回北朝鮮画面変わりまして乗馬です。オブ・ソンショルの2本目です。今度は2回ひねりますね。あ、2回ひねりますか。ひねった。あ、決まりましたね。やはり今世界でこの2回ひねりが一番難しいとされてるんですよね。おー、1回目は、ひねりが1回だけで 9.75、 今のが2回目です。この高さで2回ひねるんですからね、非常に難しいですよね。ということは1本目が1回ひねりで 9.75 ですから、それよりも高い得点でそうですね。出ますね。ただちょっと大きさが足りないんですよね。馬に近いですよね、はい、なるほど、画面ではよくわかりますね、はい。ロンダードからの後方伸身2回ひねり、なるほど。今のそうしますと女子の跳馬の世界では一番難しい技に今挑戦したわけですか。はい、そうですね。まあ一度小菅さんもやったことがあるんですけどね、はい、まだこの大会で発表できないでいますね。 9.80 そんなに伸びませんでしたね。日本のジャッジは 9.80、 津村さんが、ジャッジしていますが 9.85 を出しました。やはり大きさがなかったんだと思いますね、はい。さあ日本の平均台の情報ですが、最初の演技をした川田博恵は 9.55、 これはうまくいきましたね、はい。こちらは中国です。段違い平行棒です。李益芳、最初の演技者が 9.375、 2人目張文麗が落下がありまして 9.40、 これから演技をするヨウハです。ヨウハのこの段違い平行棒も一つ注目されますね。はい、途中で組み合わせのところでですね、非常に珍しい男子の鉄棒のような背面車輪が入りますね、はい。昨年の西ドイツの世界選手権で個人総合5位に入りました。アジアではナンバーワンという143センチ、その去年の10月の世界選手権よりも2センチ大きくなりました。失礼、これが114番の
リエン選手ですね。失礼いたしました。背面の逆車輪からですね。車輪から始まりました。トカチェフ、ね、が入ります。背面飛び越し、中へ抜いて後ろへ回ってですね、背面車輪から開脚飛び越しですね、はい、この組み合わせは非常に難しい技ですね。さあ車輪からフィニッシュは抱え込みの後方2回宙返り寄りです。非常に高さのある抱え込みの2回宙返りだったと思います。15歳のリエン、迎えるハンヘッドコーチも今笑顔で迎えました。やったという感じですね。もう一回見ましょう。反対の方にトカチョフしますね、はい、バーが広がりましたのでね、反対に向かってトカチョフしております。これから中抜きをして後ろへ後方へ回ってですね、逆背面車輪をしてから開脚飛び越しですね、トカチョフのような感じですね。出ました、10点満点が出ました。場内大歓声でこの首都体育館、昨日今日合わせまして初めて4人の審判のうち3人までが10点満点。やりました、リエン。発席登場、最初の跳馬は 9.90。 この人の跳馬は何しろ世界チャンピオンになった10点満点を西ドイツ去年10月出したこの段違い平行棒です。世界ナンバーワンの技をご紹介しましょう。逆車輪から家が宙返り、高さのある家が宙返りですね。トカチョフですね。この人の宙返りは非常に高さがあるんですね。さあこの後問題はフィニッシュです。高い込みのダブル決まりましたね。また実践出るんじゃないでしょうかね。この難しい顔つき、自分の満足した演技だったと思いますが、はい、私も実践つけますか。出ると思います。先ほど演技をしたリー・テン、この体操競技今日2日目ですが、昨日今日合わせて初めての実践満点。この高さが素晴らしいですね、はい、ルーマニアのシルバシと同点で実践満点を出しまして、去年の世界選手権銀メダルを獲得したこの段違い平行棒世界チャンピオンの完璧の演技です。非常に高さがあります。これも高いですね。またまた出ました、10点満点出ました。中国強し、どっか文句の付けはありますか。欲を言えば、前の選手が10点出ましたのでね、それを比較すると宙返りの高さがあって、やはり実践出さざるを得ないでしょうね。さあ金水星3人目、これが最後の演技者ということになります。段違い平行棒中国、この技はこの人は途中でこの技ピラトワですね、ちょっとバーにかかりましたね、はい、やはり1部から2部の減点があると思います。この1万8000人入ります北京の首都体育館、実践を要求しまして大きな拍手ですが、どうやら難しいようです。さあ画面変わりまして日本の平均台です。さらば日本は4人目の演技者です。さらば真希子です。さらばは最初の段違い平行棒は落下がありまして 9.20、これが2つ目の種目になります。真田さんの平均台の、見どころはどの辺にあるでしょうか。どちらかというと平均台苦手な方でですね、はい、決まればですね高得点は出るんですけども、思い切ってやってもらいたいと思います。あっ、やはり思い切ってやらないとこういうふうに落下につながりますね。
まあ、この人はソウルオリンピックに代表になりましたが、オリンピックでは足のしびれがあって力出せませんで、2回目落下です。オリンピックでは一番日本では悪い成績でした。それから去年の、西ドイツの世界選手権の時にも本来の力を出し切ることができませんでした、はい、今年も東ドイツとですね、それから海外に出して、グッドウィル大会では完璧な演技をしたんですけどもね、はい、世界の舞台に立っての成績がもう一つというこの、まあ、日頃できているわけですからね、非常に精神的なものだと思うんですよね。真田真彦2回落下がありましたから、9点台は難しいでしょうね。そうですね、1点引かれますからね。乗ろうとしてやっぱりこう恐れてやっちゃダメなんですよね。平均台は開きだって思い切ってやらないと成功しない種目ですのでね、やはり心の持ち方だと思いますね。日本の4人目の平均台の演技者、真田真彦、2回落下がありました。さて先ほど段違い平行棒の中国陳水艇の得点は 9.925 でした。塚原光夫コーチがどんな注意でしょうかね。思い切って やらなかったということじゃないですかね。非常に2つの足が乗ってますのでね、はい、早く乗ろうと焦ってるんですよね。そしてその後ここでも、あ、これは最後ですね。まあ台の幅が10センチですから、人間の片方の足の広さと同じぐらいの、はい、台の幅です。ただ落ちないように何百回と練習しているわけですからね。本番でこういうことが出るっていうのはやはり精神的なものだと思いますね。しかしこの後もまだあと2つ種目が残っています。真田真彦頑張れ。やはり得点がなかなか出ませんが、落下をどういうふうに減点するかということで今審判団が、揉めているところでしょうね、はい。1回に落ちますとね、はい、やはり 0.5、 2回落ちますと1点引かれますのでね、やはり8点台になるでしょうね。この平均台の4人の審判は韓国とフィリピンと北朝鮮と中国、4人の審判です。出まして 8.50 さあ今度は5人目です。日本は篠田美穂が出てきます。篠田は昨年の西ドイツ世界選手権でただ一人種目別に残ってきました。決まった。この後ですね、はい、伸身の連続ですね。あ、何か元気がないですね。見せ場のところで落下をしてしまいました。この前方宙返りは決めました。ちょっと演技が落ち着きませんね。そうですね、少しずつ小さなふらつきがありますね、やはりもう少し冷静に落ち着いてやらないといけませんね。全日本チャンピオンを
中学2年生、史上最年少のチャンピオンに61年、62年になりました屈伸ダブル折り。まあ、当時からしますとすっかりお姉さんになった篠田美穂。やっぱり1種目目落下してますのでね、これを2種目目に引きずらないようにやっぱりやらないといけませんね、はい、何か元気がないように思うんですが、こういう時に今塚原光雄コーチ、やはり1種目目のことは忘れてやっぱりスタートしなきゃいけないということを言ってると思うんですけども、苦しい日本です。1種目段違い平行棒を終えたところで4位、そしてこの2種目目平均台、最初の川田博恵が 9.550、 2人目瀬尾京子 9.60、 3人目三浦花子 9.60、 真田真紀子落下 8.50、 そして今5人目の篠田美穂も落下がありました。これここのところですね、はい、後方宙返りの連続でこの後2つ目の足がちょっと1回目で乗ってないですね、ちゃんと1回やって次にもう1回思い切って蹴らなきゃいけないんですけどね、はい、後ろに篠田、前に真田、こんな時には声かけないもんですか、まだ次が残ってますから、次の人がいますのでね、はい、今放送席からちょっと降りて二人に声をかけてやりたいようなそういう気持ちになりませんかね、全体的にちょっといいムードじゃないですね、 9.200 篠田美穂 9.200 平均台。さあ6人目です、小菅真理、最初の段違い平行棒は 9.775、はい、来ましたね、決まった、これは決まりました。もうここが練習の時ちょっと不安定で心配してましたけど、はい、成功しました。1番のまず見せ場を作り出してくれました。ここから力技、今日はこの北京に両親、お父さんのおさむさん、お母さんの節子さん、お姉さんも見に来ています。ここでもう一つ宙返りですね、はい、決まりました、ね、決まった、さああとは問題はあの、ね、フィニッシュの、屈伸の月面ムーンサルトを持っているんですが決まるかどうか、さあどうでしょう、あーっとよく頑張りましたけど、手はつかなかったからね、はい、まあ、でも 0.2 から3引かれるでしょうね、あの最後の、屈伸のムーンサルト、あの最終選考 NHK 杯の最終選考の時には尻餅をついて両手ついてしまいましたからね、はい、ちょっと蹴りが甘いんですよね、蹴りですね、はあ、最後 の、 あの台を蹴る、はい、蹴りの強さがちょっと足りないと思いますね、ここですね、ここですね、もうちょっと上に上がらなきゃいけませんね、ちょっとひねりが早いかもしれません、あ顔が少し、これ手をつくと 0.5 近くなりますから ね、 これで2分か3分に収まると思いますね、そうですね、ということでこれで2種目が終わりました。中国は2種目目段違い平行棒を終えて、そして今平均台へ向かうところ、そして日本段違い平行棒平均台を終えてこれから床に向かいます。一番後ろに歩いている、まあ、ベールを脱いだ日本の若きエースの小菅真理、一番左、今気がつきましたが、この試合が始まる頃にはこの1万8000入りますこの首都体育館、
7割方ぐらいしか入っていないと思ったんですが、今ずいぶん入ってきました。そうですね、上までぎっちりになってきましたね。この体育館ではこの体操の他にバレーボールのアジア大会の会場にもなります。北京の中心の天安門から北西へ車でおよそ20分ぐらいのところにある体育館です。すぐお隣にはあのパンダでおなじみの北京動物園のあるこの首都体育館です。さあこれは韓国の選手の161番のパク・ジスンのゆかの演技をご紹介しています。得点は 9.775 という得点ですが、まあ、この人が韓国のエースですね、ソウルオリンピックでも活躍しました。そうでした。世界選手権でも韓国のエースとして活躍した157センチのパク・ジスク。これは種目移動の間にビデオテープで紹介しています。パク・ジスクは最初の演技の平均台が 9.675、 そして今2種目目のゆかの得点が 9.775 という演技をご紹介いたしました。先ほどの日本の小菅の平均台の得点は 9.65 でした。さあこれで2種目終わりまして、中国トップ 98.52、 そして2位が北朝鮮が上がってきまして 97.25、 中国北朝鮮その差は 1.275、 3位に韓国 96.25、 2位3位その差が 1.0、 そして4位に日本 94.725、3位の韓国とは 2.125 の差がついてしまいました。その差が日本4位、1種目終わったところで 1.675 差が 2.125 と広がってきました、はい、現時点で半分終わったところでメダルどうですか。あとゆかと跳馬でよっぽど頑張らないと2点はちょっと厳しいですね。まあ、過去このアジア大会といいますと1974年のテヘラン大会から、体操が正式種目になってきたわけですが、団体女子は日本は、過去4回の大会いずれも3位、したがってメダルを取り続けて銅メダルですがキープし続けているわけですが、今回第1戦、これから3種目目、日本はゆか、中国が平均台、韓国が跳馬、そして北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国は段違い平行棒です。ちょうど我々はこの放送席にいるわけですが、手前にいます。私の手見えるでしょうか。ここで私どもは放送しております。ということで日本のサービスカットが入りまして、3種目目日本のゆかを紹介してくれます。川田博恵、曲はウィンターゲーム。最初の段違い平行棒 9.00 落下あり、2種目目平均台 9.550。 最後のシリーズで
非常に良かったと思います。日本6人のうちのお姉さん格キャプテンを務める河田博恵、すべてこの人があの先頭バッターといいましょうか、最初の演技者ですが、この最初の演技者のこう意味合いといいましょうか、はい、その起用はどういう狙いがあるでしょうかね。非常に大切ですね、今日のスタートが平行棒からで、はい、失敗してそれが連鎖反応で4人落ちたように、はい、非常に1番バッターというのは責任の重い、そして責任を果たさなきゃいけない、ポジションだと思いますね。最初の段違い平行棒で落下があって、まあ、その後を、まあ、日本がちょっとこう落下の連戦してしまったという、まあ、そこまで責任を負わせると川田さんには大変あの大きいかもしれませんね。いや、川田さんのせいじゃないですけどね。そうですよね、しかし2種目の平均台、やはり一番確率がね、今まで練習してまして非常にいいもんですからね、やはり確実性のある人を一番に持っていくんです。それから一番が 9.5 以上取れるということでね、はい、大体 9.56 からスタートしたいということで川田選手を一番に持ってきたんですね。まあ、平均台ゆかは、非常に落ち着いてそうでしたね、その得点を待ちます。 9.650 でした。さあこれから日本2人目は真田真彦です。あ、画面変わりましたね。中国に変わりました。中国はこの114番は李燕、先ほど段違い平行棒で10点満点を出した選手です。後ほど日本の川田さんの得点はご紹介することにいたしまして、平均台です。あ、こちらも、その前の演技者の得点が出ておりませんで、最初の演技者の半敵の平均台の得点を待っているところです。最初の跳馬でこの人は足に怪我をしたという情報が先ほど入って、私も紹介したんですが、その跳馬は 8.60 で、2種目での段違い平行棒で10点満点、したがって2種目終わったところで 18.650 というのがこの15歳の李燕の得点です。8.65 が、跳馬の得点です。そして10点満点が段違い平行棒でした。この人は去年西ドイツの世界選手権のメンバーでした。個人総合は前半19位で、中国チームの4番目の成績ということで、後半には残ることができませんでした。平均台最初の演技者の中国韓敵は 9.35、 ようやく得点が出まして、この李燕の平均台、去年スポーツフェアで日本にも来たことがあります。伸身の連続ですね、決まりました。篠田がこの技で落下したと同じ技でしたね、はい、2種目終わったところで中国2位に 1.275 の差をつけて現在トップ、5連覇を狙っている中国、3種目目です。おお、面白いですね。1回半もありましたね。1989年から台に近い技の要求が入ってきましたのでね、こういうふうに台に近い技で工夫がされているみたいですね。伸身の2回ひねりですね。ご成功機の旗が揺れます。
先ほど短時間平行棒で10点満点を出したことをこのファンはよく知っています。迎えるヨーハ、中国はハン監督です。この上がりが、シュツガルトで審議申請されました、ちょっとヒーリーのような男子の平行棒ですね。はい、ひねって座になりますね。これがロンダードからの、はい、非常にあの高さのある2回ひねりですね。画面は中国を取り続けていますが、お耳に皆さん達しているでしょうか。今このメロディーはあの日本の篠田美穂さんの、床のメロディーが流れているんですが、その篠田さんの床の演技を撮ってはくれません。この映像は国際映像、中国電子台と上海電子台の、作り出した国際映像です。これは伸身の連続ですね、はい、非常にあの体が柔らかいですね。開脚ジャンプも広い、よく足上がりますね、はい、完璧に180度開いてますね、これも高さがあります。大きさがあって、という得点で 9.85 でした。リエン、さあ、日本の床ですが、今篠田美穂さんの演技が終わったところです。その前に演技をした、真田真希子は 9.75、 川田裕恵は 9.65、 そして真田真希子は 9.75。 今篠田美穂演技を終えたところです。こちらは中国です。李益芳、3人目の演技者です。倒立から横転跳び、伸身宙返りの連続ですね。李益芳は最初の跳馬が 9.80、 2種目目段違い平行棒 9.375。 伸身の連続です。このあたりはあの日本と比較するとあれですが、ピタッピタッと決めてきますね。気持ちいいみたいですね。台は同じ幅は2センチ、非常に落ち着いてますよね。この人も15歳です。さあフィニッシュは抱え込んでのダブル。ちょっと少し足が出ましたね。でも非常にあの全体的にまとまっていたと思いますよ、はい。まあ、このぐらいの技ができれば、最後の折り技を、まあ、日本の、小菅さんのようにムーンサルトそばではいけませんが、はい、屈伸とか、その2回宙返りしてほしいなという気がしないではありませんが ね。ここは入りの部分ですね、はい、倒立から後転跳び伸身宙返りですね。先ほどのリエンもそうでしたが、この李益芳も柔らかいんですね。中国はあの本当にあの基本的なこの柔軟性とですね、筋力、そういう面を小さい時から本当に訓練してますのでね、まずあまり硬いという選手が 見られないですね、はい。さて画面変わって、今度は北朝鮮です。朝鮮民主主義人民共和国です。
朝鮮の段違い平行棒です。これから演技をするのが、先ほど紹介しました大変に人気のあるというキム・カンスクです。この人の段違い平行棒は大きな見せ場があります。トカチェフからここです、はい、これです、決まった。今のはこの人が持っている世界でただ一人しか演技をすることができない技でした。はい、あのシュツットガルトで発表しまして審議申請をしまして D の加点がついてますね。1回半から家が中外ですね、はい、ここまでこの段違い平行棒では中国の選手が2人10点満点を出しています。さあどうでしょうか。1回半からフィニッシュ決まりましたね。134センチ見事に堂々と演技を終えてフロアに降りてきます。さあこれですね、この後ですね、はい、トカチョフから前方へ振り出してですね、はい、これ、前方宙返りして逆手持ちですね。連続でしかもやるんですね。はい、Dの加点のものとDの加点のものの連続ですね、はい、非常に難しいコンビネーションです。この倒立の支持系統が強いですね。ここが1回半から家が宙返りですね、はい、連続してやるんですからびっくりします、驚きます。そしてフィニッシュで抱え込みの2回宙返りより、得点の出を待っている212番の番号が見えます。134センチ29キロ15歳のキム・ファンスク。さあその間に日本の得点を紹介しましょう。4人目のゆか、瀬尾京子さんは 9.825 でした。さあ審判が集まりますね。中国、韓国、北朝鮮、フィリピン4人の審判、初心の中国の審判が集めます。どの辺にその審判が揉める原因があるんですか。いや、 やはり1点に近い点数を出してきた人と、はい、それから 9.8 ぐらい出してきた人と分かれてるんじゃないかと思いますね。 9.8 ぐらいを出すのはどの辺を引いてでしょうか。いや、途中でちょっと膝が緩むところがありましてね、はい、そういうところの姿勢欠点を取られてると思います。その間に日本の3種目目ゆかの得点をもう一度ご紹介しましょう。川田博恵は 9.65、真田真希子 9.75、 3人目篠田美穂は 9.75、 瀬尾京子 9.825、 そして今4人目の三浦花子の演技が終わったところです。この放送は上海電子台とそして CCTV 中国中央電子台、その2つの放送局の協力によりまして国際映像として皆様にご覧いただいております。映像は国際映像、そして、この放送席に解説として、日本体操協会女子ナショナル強化部長、塚原千恵子さんに、いろいろこう日本の選手の話題など織り交ぜながらお伝えしようと思っていますが、画面は先ほどから紹介しておりますように国際映像で日本の選手の、ゆかの演技を撮ってくれません。北朝鮮のキム・ファンスクの段違い平行棒の得点、4人の審判がちょっと揉めているようでありましてなかなか得点が出ません。あの集めるという時は 0.1 以上開いてるんですよね、はい、ですから高得点で開いてると思いますね。点数が現在のところチーム戦で紹介しますと2種目終わったところで中国が 1.275、 北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国に差をつけてリードしています。現在第2位という北朝鮮、得点が出まして 9.900、 ちょっと場内ブーイングに近いため息がこぼれたところです。さあ今度は北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の段違い平行棒、最後の演技者はアン・ヨンカです。この人も離れ技が入ってきますね。一回ひねり倒立から銀河宙返りですね、はい、北朝鮮今日はエメラルドブルーのユニフォームで
団体戦臨んできました。ダブル宙返り寄りのアンミョンか。内容的にはちょっと宙返りや難しい技が足りないなという感じがしますね。はい、ということで3種目目北朝鮮の段違い平行棒6人の演技が全て終わりました。これが途中の1回ひねりから離れ技のギンガーのところでしたね。そして最後の抱え込みのダブル宙返り寄りでした。144センチ15歳アンミョンハ。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国は15歳の選手が4人出ております。小柄な選手が揃っている北朝鮮、平均身長が142センチという小柄なチームの北朝鮮です。またどうやら、得点の集計4人の審判が、その差がありますようで、主審のところに、もう一回こうやって手元にこれ電光表示があるんですね。そうですね、あの4人の審判のですね、はい、点数が出てくるんですね、はい、それを主審が調整します、はい、それが合わないと先ほどのように集まるんですね。得点出まして 9.675 中国と韓国と北朝鮮とフィリピンの4人の審判、これで3種目すべて終わりました。まだ終わってませんね、3種目目中国です。ヨウハです。ここまでヨウハは高得点を出しています。跳馬が 9.850、 そして段違い平行棒は 9.90。 この選手も平均台が得意な選手でですね、非常にあの素晴らしいジャンプをしますね、はい、途中の中技で、はい、非常にこう面白い技が出てきますので、はい、注目しましょう。ポテンシャル中心ですね。これここですね、ちょっと横にずれましたけれども、非常にあの低技で加点のついた技です。ひねってどうなったんですかね。座になるんですね。1回ひねって開脚座の形を作り出します。このジャンプですね、はい、非常にあのよく開いた、そして柔らかい高さのあるジャンプですね。あの足を上げると頭の上まで足が行くんですね。身長は148センチ。3種目目すべての演技が終わっておりまして、1万7000から1万8000のファンはこのヨウハの演技に食いつけ、決まりましたね。これも実点が出るんじゃないでしょうかね。そうですか。ただあの1回ひねりして座になったところはちょっと横揺れしましたのでね、はいはい、そこら辺の減点があると思いますが、中国の平均台の得点は非常にこれまた高得点が出続けていますが、最後の演技者のヨウハ高いですね。片手からのですね、後転飛びて両手つくんですけども、はい、今片手でしたね、最後のフィニッシュです。あれあの1回ひねって座の形になるところを見せてくれませんでしたね。ということでこれで3種目が終わりました。中国の平均台はハンテキが 9.35、 リエンが 9.85、得点出まして 9.950 これがヨウハの3種目目平均台の得点でした。さらにその中国の平均台の他の選手の得点をご紹介しますと、李益宝が 9.90、 陳翠晴が 9.825、 張文麗 9.425、 南な高得点ということで、これで3種目が終わりました。中国がトップ、そして2位が北朝鮮、その差が 1.025
先ほどよりもちょっと縮まってきました。そして3位に韓国、2位北朝鮮と3位韓国との差は 1.475、 そして4位が日本、3位の韓国に 1.825、 先ほどよりは幾分縮まってきました。 0.30 縮まりました。3位韓国と4位日本の差です。これチーム戦の 1.825 の差、個人戦とチーム戦のその差は受け取り方が多少違ってくるかと思いますが、大きいですね。3種目終わったところで 1.825 差は、はい、1点というのはもう大きいと思いますね、はい、ですからよっぽど韓国にミスが出ない限りこれはちょっと厳しい戦いになりましたね。あ、過去4回日本はいずれもこのアジア大会では3位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 と4回連続銅メダルを獲得していますが、今回そのメダル獲得難しい情勢になってきました。これは韓国が日本を追い上げたというよりは、日本がちょっと自滅した感じですね。の格好になりましたね。平行棒平均台でやはり落下がありましたのでね、最後の種目の日本はこの跳馬、そして韓国は段違い平行棒ということは 1.8 の差はちょっと難しいか。やっぱり緊張からでしょうね。3種目目の4日からちょっと調子が出てきたようですね、はい、ここまで日本選手の得点を紹介しますと、小菅麻里が、4種目とも6番目に出てくるということは、これ塚田さんね、はい、どういう狙いというか、先ほど先頭バッター最初の演技者の川田の話は伺いました、はい、一番最後に持ってくるということはどういう狙いがあるんですか。やはり個人総合それから種目別、どうしても国際大会は最後になりますと点数が尻上がりに上がってきますのでね、はい、ですから最後に行くほどやはり高得点が取れる位置にありますので、はい、ように国際大会を経験してますね。 9.8001 回目です。これから2回目、さあ2回目は同じ飛び技のようですね。はい、同じ飛び方です。少し失敗しましたね、着地、飛び方としては2本目の方が良かったように思うんですけれども、着地決めてもらいたいですね。これ着地をしてから、はい、手をついてから前に回るのと後ろに回るのと、はい、その難しさからするとどうですか。いや、着地は前の方が難しいですね。こういう方がね、はい、後ろの方がどうしても首を起こしてますのでね、マットが早く見えますので、はい、やはり回って、前方の場合はあっという間に床ですのでね、非常に着地が取りづらいですね。ということで2本目この三浦花子 9.800、 1回目と同じでありまして跳馬は 9.800 という得点になります。3人目篠田が登場してきました。跳馬最後の種目です。最初の演技者の川田は 9.725、 そして2人目三浦は 9.800。 篠田美穂、ここまで段違い平行棒落下がありまして 8.75、 平均台 9.20、 床 9.75。ひねりました。ちょっと潰れましたね。もう少しスピードが欲しいですね。ここまでの選手を見てきますと、塚原コーチがこのお隣の練習場でコンディションは全て順調に来て、過去オリンピックでも世界選手権でもなかったようなそのコンディション作りに成功して今日臨めますという話だったんですが、はい、ここまでちょっと苦戦ですね。
本は最初の種目で段違い平行棒で4人の落下がありました。2種目目平均台で2人の落下がありました。1本目篠田は 9.65。 これから2本目です。画面変わりました。中国のゆかをご紹介しましょう。ハン・テキです。先ほど段違い平行棒で10点満点を出しました。ゲスメンアップ、足が出ました。ラインオーバー、これは 0.1 の減点。この判定は跳馬 9.90、 段違い平行棒10点満点、平均台 9.35、 これが最後の種目です。おそらくこの人が明日行われる個人総合優勝争いの真っ只中に出てくるでしょう。ですね、惜しかったですね、ライオーバーが。という中国のハン・テキ17歳の演技、最後のゆかの演技をご紹介しました。中国はこれで3人目の演技を、ゆかの演技を終えたところです。さあ日本は最後の跳馬なんですが、2人終わったところで日本と韓国、現在3種目終わったところで韓国と日本の差は 1.8 だったんですが、さらに 1.9 台へと、広がってきたという情報が入ってきました。最初のシリーズ月面ムーンサルトを見せました。これは最後の部分ですね。最後のところですね。このハン・テキは去年の西ドイツ世界選手権は個人総合争い17位、団体3位に入って銅メダリスト、それから種目別で跳馬に出まして7位に入っています。段違い平行棒では今日見せた10点満点と同じように、あの西ドイツシュツットガルトの大会でも10点満点、ルーマニアのシルバシと同点優勝でした。 9.70 ゆかの演技です。李益芳です。跳馬が 9.80、 段違い平行棒 9.375、 平均台 9.90、 4人目の演技者です。ムーンサルトですね。決まりました。キレがあるというんでしょうか、ピタッピタッと見せてくれます。非常にあの動きのスピードのある演技ですね。最初のシリーズ月面、さあ2つ目は何でしょうか。1回半から2回ひねりですね。鮮やかなコンビネーション。
やー、1万8000のファンにアピールしました。最後にニコッと微笑みました。15歳の李益宏。これで彼女も全ての演技を終わりました。女性のコーチのワンさん、なかなか今いい出来でしたね。そうですね、ここは入りの部分の屈伸のムーンサルトですね、はい、まあ、他のこれが真ん中のコースも1回半から2回ひねりのシリーズですね。他の3種目では、まあ、さほどのびっくりするほどの高得点ではないんですが、やっぱりそれぞれ自分のこう得意種目というんでしょうか、ありますね、はい。まあ、中国の場合には、去年の西ドイツ世界選手権で3位になりましたが、その時のメンバーが4人残りました。その残りの2人前、それから王文生という、その2人の、まあ、いわゆるベテラン選手に変えまして、若い15歳の選手を2人入れ替えて、今回の地元アジア大会に臨んできました。この李益宏も15歳、若手のその1人です。しかし中国のこの強さの秘密というのはどの辺にあると見ますか。やはりあの練習量の差だと思いますね、はい、あの練習時間を聞いてみますとね、はい、やはり7時間から8時間やってるそうですね。ほう、だから勉強はいつするんだろうと思ってるんですけども、はい、それはあのやはり一箇所に集めましてね、ナショナルチームを、やはり午前中に勉強したりして、午後からあの8時間ぐらい2回練習や3回練習をするそうですね。今日本の選手はどのくらいですか、練習時間は。やはり学校から帰ってくるのが5時ですのでね、はい、やはりどう練習量をとっても4時間ぐらいですかね。あ、じゃあ半分ちょっとぐらいですかね。うん、そうですね。李益宏、15歳が自分のゆかの得点を待っています。まあ、それと中国の場合にはあの、行用学校というでしょうか、はい、あの午前中は普通の学校と同じように勉強して、午後からはそれぞれの種目ごとに分かれて専門的にやって、はい、その後卒業してからはあの専門の体育学校に進んでという、はい、底辺も広いですし、そういうその11億、まあ人口11億余りですが、そこから選ばれて裾野の広がりみたいなものをね、いろいろ感じますけれども ね、 やはりその多くの中から素質のある選手が選ばれているという感じですね。過去4回のアジア大会すべて優勝しています。今回5連覇確定的と思われますが、この中国、今最終演技の4人目のゆかの演技が終わったところです。出まして 9.950 10点満点をつけた、審判はおりません。すべて 9.95。 5人目です。ヨーハ、ヨーハ、ここまで跳馬 9.85、 段違い平行棒 9.90、 そして平均台これが最終種目になりました。その 9.95 という平均台、3種目目でした。これが最終演技です。世界選手権去年は5位でした。アジアではナンバーワンの地位を築きます。屈伸のムーンサルトですね。ちょっと前にかかりましたね。148センチ、去年の10月世界大会よりもさらに2センチ身長が伸びました。1回半から2回ひねりですね。
3種目終わったところで2位の北朝鮮と 1.025 の差がありまして、このヨーハの得点 8.975 以上ですと中国5連覇が確定します。どうですか、9点台は間違いなく出ましょうからね。出ますね、うっすらとお化粧をしている中国の各選手です。非常にあの大きくなりましたね。そうですね、はい、あの非常にあの昔は細かったんですけどもね、はい、たくましくなったと思います。これは入りの部分の屈伸のムーンサルトですね。これでどのぐらい減点されます？0.1部ぐらいですね。得点が出まして9.925、ヨーハの得点です。さあこれで先ほども紹介しました中国のこのアジア大会5連覇が確定しました。まあ、北朝鮮が残る2人今最後の種目平均台に臨んでいるところですが、残る2人が10点満点を出しましても中国の総得点を上回ることができませんで、中国の優勝を確定しました。5連覇です。そして残る最後、中国は陳水平の演技です。この連続ですね、すごい。最後にムーンサルトを持ってきました。非常に安定してます。シリーズからの抱え込みの2回宙返しです。曲奏が変わってきています。場内は手拍子です。鮮やかに見せてくれました陳水平。1点出るんじゃないでしょうかね。スローパートとそれからあの動きのダイナミックな部分と、はい、鮮やかなコントラストを描いてくれましたね、はい、あの非常に柔らかい女性らしい動きに変えてきましたね、前はあのラテンの速い曲でやってたんですけれども、はい、非常に表現力豊かに演技してくれました。この拍手は10点満点を催促する拍手です。ここまで他の3カ国は全ての演技終わっています。そして今すでに優勝を確定している中国の最後の演技者の陳水平、4年前のソウルアジア大会のチャンピオンがその大取りといいましょうか、最後にただ残っての演技、ゆかは10点満点出ました。見事な10点満点。4人の審判文句なし10点出ましたね。これで中国は5回連続5連覇を果たしました。日本の坂佳代子さんが主審を務めているこのゆか、日本の坂佳代子さんももちろん実践、4人の審判が文句なしの実践。さあこれで中国の5連覇が決まりました。そして2位に北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国、3位に韓国、そして4位は日本でした。日本はこれまで続けてきたそのメダルを失うことになりました。
なお明日行われます、18人上位18人の、個人総合争いですが、ヨーハがトップ、それから2位に韓国のあの小柄なイ・ヒョンギョン、それから2位タイに北朝鮮の同じくリ・チョンミ、4位に日本の小菅麻里が入っています。5位に北朝鮮キム・ハンスク、6位にパク、ディスク、韓国と続いております。ということで塚原さん、はい、日本はここまでメダル銅メダルでしたが、久々こういうボロボロと失敗した試合を見ましたね、はい、準備は本当によく整ってたんですが、はい、まあ、器具からスタートするということで、はい、平行棒で4人の落下と平均台で、落下が続きましたのでね、やはりこういう自由だけの、戦いはやはり失敗したらいけないということですね。うん、今場内1万7000から1万8000のファンが手拍子手拍子、今、各4カ国の選手がこのフロアから一旦姿を消しまして、この後表彰式が引き続いて行われます。その表彰式の、準備がまだ整いませんで、こうした中国の、旗が打ち振られて、早く表彰台に上がってこい、戻ってこいという手拍子手拍子というこの首都体育館です。優勝が中国、昨日の男子とアベック優勝、地元開催に大きな花を添えました中国の5連覇、そして2位に北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国が入りました。3位は韓国、日本を抜きまして、先ほど3位を確定した時には涙を流す選手もいました。そして4位が日本、日本は